おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は第一サムエル記12章。メッセンジャーはジョシュア先生です。第一サムエル記を続けて読んでいきたいと思います。今日は12章を読んでいきます。私の理解では、9章から12章一つの内容となっています。で、13章から15章も一つの大きなまとまりとなっていると思っています。なぜなら13章からサウルの時代に入っていくからです。で、今日の朝、今日、私はやっと決めました。9章から12章はやっぱり一つの大きなまとまりだなと思いました。13章から15章はまた別の一つの大きなまとまりにすることにしました。なぜでしょうか。この第一サムエルが編集された時、この王政が正しいか正しくないか、この王が立ったことを正しいか正しくないか、まあ、これはもう神様をまず王様としないということが大きな間違いです。これがその時の状況だったのですね。なので9章から12章に一つにまとめたのは、私はこの王を立てるというこの決断がもう間違っていたということを強調したいからです。で、その後にサウルが立ち上がり、王として立ち上がり、そしてまた敗退していくという。で、これに対して人々がどのように応答していくか。16章からは、で、ダビデの時代に移っていきます。サウルが落ちてしまい、そしてその後にダビデが王として立ち上がりました。私はこのように、第一サムエルをまとめることにしました。歴史的背景も考えて、このサウルの時代、そしてダビデの時代、で、このように私が9章から、12章をまとめることによって、私たちはもっと今回啓示を受けることができるようになりました。まあ、どんどんいろんな王たちが立ち上がっていきますね。いろんな時代に入っていきます。これは旧約聖書のエール、この神様が王だったものところが、人々が王を立てたいと、人の王を立てたいと、要求したので、この人としてこの人の王を立てることになりました。まあ、これはもう神様を王としない、まずそれが間違いだったんですけども、で、今日私は今日のタイトル何にしようかと考えました。今日のトピックは、今捕囚に遭っている人たちに対しての書かれた、彼らにとって、レフレクション考えることができるタイトルを見つけました。で、これということは私たち、今日の私たちにもこの適用できます。大きな罪を犯してしまったと、まあ、その中でも神様についていかなければならない。私たちが罪を犯した時も、その中でも神様についていくという選択をしなければなりません。まあ、もちろん神様についていく大切ですが、もし罪を犯してしまったら、その中でも神様についていくという選択をしなければなりません。12章を見ていきましょう。今日は4段落に分けました。1節から5節が第1段落。
罪を犯してしまった。この1節から5節、彼らは主の裁きを軽んじました。イスラエルは主に対して罪を犯しました。で、私たち今日も主に対して罪を犯しています。イスラエルの民はサムエル、そして裁き司たちをこの軽く扱いました。主に対して罪を犯せ、そして裁き司たちに対しても罪を犯すと、サムエルはこのことをイスラエルの人々に語っています。この獅子の時代が終わっていくんですけれども、新しい時代が来ようとしています。この裁き司の時代が変わっていって、この王の時代に入っていきます。時代が終わり新しい時代が始まっていくというこの過程ですね。今12章そのような章となっています。サウルは王として油を注がれました。このサウルは人々と神様に王として認められました。しかし幾人かの人たちはサウルを拒絶しました。このアモン人で戦った時に、このサウルは立ち上がったのに人々は彼を尊敬し始めました。このギルガル11章ですね。このギルガルへ行き、死ぬ前にサウルを王としたと、それ昨日見ていきましたね。このギルガルで何が起こったかということ、これも王の時代に入っていきます。他の国々は自分たちの王を持っています。このイスラエルにとっては王の時代が始まるという新しいこの時代に入っていきます。この裁き司の時代から王の時代に移っていくという、しかしそのイスラエルの人、その当時イスラエルの人々はサムエルをよく思っていませんでした。正しく扱ってなかったんです。一節、見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。二節、今見なさい、王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り髪も白くなった。この王はあなたを支配します、あなたをコントロールしますとサムエル言っています。のこの一人の王はこの王権を使ってあなたを支配するでしょうと、二節もう一回読みます。この私は年を取り髪も白くなった、それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時は今日もあなた方の先に立って歩んだ。この私はあなた方の先に立って歩んだと、私は若い時からあなたと一緒にいて主に仕えあなた方を助けてきた、そしてあなた方を愛したとサムエル言っています。あなた方の前に歩んできたとサムエル言います。私は何かあなた方に間違いを犯しましたかとサムエルは人々に言っているのです。3節、さあ今主の前、油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は 誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを苦しめ誰かを迫害しただろうか、誰かの手から賄賂を取って自分の目をくれましただろうか。もしそうなら私はあなた方にお返しする。
4節。彼らは言った。あなたは私たちを苦しめたことも迫害したことも、人の手が何かを取ったこともありません。そこでサムエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては、今日あなた方の前で主が証人であり、主に油注がれた者が証人である。サムエルは言いました。 私はあなたを迫害しましたかと。今日本当はあなた方の間で主が証人である、主に油を注がれた者が証人である。私は何もあなた方に対して間違いを犯していないとサムエルは言いました。しかしあなた方は私についてきてない、あなた方は私を拒否したとサムエル言います。私は裁きつかさとしていたのに。もうサムエルは彼らに使うことができなくなってしまいました。まあ私のようですね。ジョシュア先生の話なんですけど、まあ私は髪がなくなるまで使えましたと。で、あなたは私を拒否した、拒絶したと。まあ、イスラエルの人々がサムエルに言います。あなたはもう年取ってるでしょうと。あなたの息子を見てくださいと。もうあなたについていきたくありませんと。もうだからもう王を立てましょう。他の国々のようにしましょう。もう彼らは素晴らしいじゃないですかと民は言います。ジョシュア先生、あなたはもう髪の毛もない、あなたは年取っている、もういなくなった方がいいんじゃないですかと。もう新しい主任牧師を探そうと、もう他の新しいリーダーを探そうと。それで私は言います。私は何かあなたに間違いを犯しましたかと。私が年取ってるからですか。実のところは私はあなたより早く走れるんだよと。バスケットボールであなたより、バスケットボールあなたより上手いんだよと私は言うことができます。私は何もあなたに間違いを犯していない、なぜ私をこのようにして捨てるのか、そしてなぜ他の人についていくのか、私は何か間違いを犯したんでしょうかとサムエル言います。私に対してこの間違いは何も見出すことはできないでしょう。で、今私たちには主がいます。証人として主がいます。主に油注がれた者がその証人です。あなたに対して何も間違いを犯していない、あなたに対して圧迫をしていない。で、今私を捨てて王を立てようと言っている。分かった、私はあなた方のことを聞き入れて王を立てようと。まあ私と主はそれに対して嬉しくないけれど、まあ、あなたが欲しいと言うから。神様があなたがあなた方をエジプトから連れ出した時からあなた方はもう髪を捨て始めてたと。そして今は王を立てたいという。しかし私はあなた方に言いますとサムエルは言います。あなたがその証人となります。あなたは後から悪かったと思うでしょう。あなたは私に対してこのように罪を犯したから。6節から11節、第2段落です。再び民は罪を犯します。第2段落ですね。この罪、神様に対してまた彼らは罪を犯します。6節から12節です。6節、サムエルは民に言った。モーセとアロンを立てて、あなた方の先祖をエジプトの地から登らせたのは主である。さあ立ちなさい、
私はあなた方とあなた方との先祖と行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。エジプトからあなた方を連れ出した時から主はすべての正義の御業を行われた。8節、ヤコブがエジプトに行った時、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを遣わし、この人々はあなた方の先祖をエジプトから連れ出し、この地に住まわせた。なぜあなた方はエジプトから脱出することができたかと。サムエルは言います。なぜならあなたは主に叫んだからだと。そして主はモーセとアロンをあなた方のために使わしました。あなたが主を私を導いてくださいと言ったんですとサムエルは言います。あなたが主に叫び求めたからと。9節、ところが彼らの神主を忘れたので、主は彼らをハツオルの将軍シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで彼らが戦う挑まれたのである。彼らは苦しみ、そして攻撃になりました。10節、彼らが私たちは主を捨てバールやアシュトレテなどに仕えて罪を犯しました。ここに私たちは主を捨て罪を犯したと。私はあなたに悔い改めますとイスラエルの民はその当時に言います。バールやアシュトレテなどに仕えて罪を犯しました。あなたの先祖たちは、苦しみにあった時、あなたたちの先祖は主に叫びを求めましたとサムエル言います。そして、先祖を敵の手から救い出した。11節、主はエルバールとベテンとエフタとサムエルを遣わし、あなた方を周囲の敵から敵の手から救い出した。あなた方の先祖が主に叫び求めたとき、主はその先祖に聞いてくださいました。そして裁きつかさを送り、そしてあなた方を救い出した。12節、あなた方はアモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるときに見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや王が私たちを治めなければならないと言った。今見なさい、あなた方が選び、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなた方の上に王を置かれた。あなたは神様は私たちのためにはもう働かない、もう人間の王だけが私たちのために働くと考えている。しかしこの神はあなた方をエジプトから連れ出し、あなたの先祖が主に求めたときにあなた方の先祖を助けた神だと。そして今あなた方はカナンの地にいるではないか。あなたは主に仕えるべきなのに主を見捨てました。そして偶像に仕え始めた。そして今苦しみにあっている。あなた方自身が神を捨てたのに、神を捨てたおかげで苦しんでいるのに、また神を捨てようとしている。であなた方が苦しんでいる時に裁きつかさたちを送ってあなた方を救い出した。そして今アモン人の王ナハシュがあなた方に向かって来るのを見た時、私たちには王が必要だとあなた方は言いました。神様は私たちの王ではない。エジプトから今までエジプトから脱出した時、今まで主がずっと救い出してきたのに、なぜあなた方は苦しみに遭っていると思いますか。なぜならそれ罪によるです。この、救い出したお方をあなたが見捨てたからです。あなた方自身が神様を忘れたのです。あなた方は神様を捨てました。そして偶像に使い始めました。偶像は
もう虚しいものであなたは虚しいものとなった。そしてまたあなた方は言っています、神様もいらない、まあ、新しい王を立てようと。このサムエルはあなた何かあなたに罪を犯しましたかと。でサムエルは言い続けます、あなた方です、あなた方が罪を犯しました、あなた方が不義なのです、あなた方が間違っていますとサムエル言い続けます。あなた方自身が神様に対して罪を犯しているんだと。神様は昔から救い出し続けてたのに、あなた方自身が罪を犯してこのように罰を受けているのに、そしてあなた方が苦しみにあって叫ぶ求めるたびに神様あなた方を助けたのに、神様があなた方の救い主なのに、あもういい、主はもういらないとあなた方は言っている。あなた方自身が間違っている、あなた方自身が神様に罪を犯していますと。三段落に入ってきます。13節からです。13節から18節までが、第3段落。この第3段落のトピックはもう大きな罪を犯してしまった、イスラエルの民は大きな罪を犯してしまったがこのトピックです。この主の前であなた方は大きな罪を犯しました、本当に大きな罪を犯してしまった。13節から、今見なさい、あなた方が選び、あなた方を求めた王を見なさい、主はあなた方の上に王を置かれた。この裁きつかさの時代は神様が王でした。しかし今人があなた方の上に立ってあなた方を支配します。彼らは人を王としました、神を王としませんでした。あなたが私に求めたこのようにあなた方に王を与えました。ほらそれ見なさい、ここに王がいます。彼らはどうすればいいのでしょうか。イスラエルはこのようなことをしてしまいました。どうすればいいでしょうか。でサムエルは、励まします。14節、もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王もあなた方の神主の後に従うのはそれでよい。あなたは王を立てるで罪を犯しました、人を王とするという。じゃあ今罪を犯した、じゃああなた方はその罪を犯した中でどうすればいいのか。それではあなた方は一緒に聞き従い、一緒に使い続けなければならない。でそのでこの王が神様に聞き従うならそれでよい。あなた方は罪を犯したけれども主を続けて恐れなければならないとサムエルは言います。まあ、あなたは、主を王としないという罪を犯したんですけれども、この主に、主を恐れ、主に仕えるということを選び続けなければならない。もしあなたが主に従わなかったら、主の手があなた方の先祖たちに下ったように、あなた方の上にも下ると、15節。16節。今一度たって主があなた方の目の前で行われるこの大きな御業を見なさい。主は雷と雨とをくださる。17節。今は雷と雨の季節ではないですけれど、あなたが主を求めならそれをくだされる。17節、あなた方は王を求めて主の御心を大いに損なったことを悟り心に留めなさい。あなたは
サムエルに罪を犯し、そして主に対しても罪を犯しました。そして私たちは今印を求めます。そしてあなたは気づくでしょう。もう大きな罪を犯してしまったと、この王を立てるという大きな罪を犯してしまったということをあなた方は知るでしょう。この主の前であなた方は罪を犯しました。原文では主の前というよりか主の目にあってあなた方は大きな罪を犯したということです。もう主の目に留まりました。主の目の前であなた方は罪を犯している。もう主がこれを見てもう大きな罪だということを、この王を立ててくださいというこのリクエストが神様の前で大きな罪だったのです。主は何も悪いことをしていません。主をあなた方がこのリジェクト、この拒絶したので、あなた方はいつかそれを食えることになるだろうと。しかし私は今主に求め、あなた方に知ってもらわなければならないとサムエルます。この王を立てるということ、この人による王政王権を立てるということはもうどんなに大きな罪か。でサムエルは主に叫び求めます。18節、それからサムエルは主に呼び求めた。すると主はその日雷と雨を下された。その時にイスラエルの民は知りました。大きな罪を犯してしまったと。主に罪を犯し、そして裁きつかさに対しても罪を犯してしまったと。これがこの王政王を立てたということの結果です。この人による王、この人による王政はもう間違っています。このサムエルはそのことを語っているのです。もしあなた方が主に聞き従うなら、あなたはこの王に従わなければならない。もしあなたとあなたの王が主に聞き従うならそれで良いとサムエルは言います。そうでなければあなた方の国は滅びてしまうだろうとサムエルはイスラエルに言います。この裁きつかさたち、またはリーダーが、または神様が間違ったのではありません。なぜなら神様自身が正義だからです。これ今日私たちが間違ってしまいました。これ私たちの問題です。私たちは何度も何度も罪を犯しています。大きな罪を犯しています。もう主の前、目の前で大きな罪を犯しています。兄弟姉妹の皆さん、これを私たちはどう考えればよいのでしょうか。今日私たちは分かります。まあ、彼らは賢い、まるで清いもののように、聖者のように思っています。しかし私たちみんな罪があります。彼らは悪く罪を犯しているのです。大きな罪を犯しているにもかかわらず、この主に反抗しているにもかかわらず、この主に聞き従わず、この権威者に聞き従わず、みんな私たちは決断しなければなりません。私たちは自己中心なものです。いつも私たちは罪の中にいることを気づかなければなりません。しかし多くの場合私たちは自分の罪が見えません。他の人の罪が見えます。例えば政府に対しても罪を犯しています。また私たちの先祖たちの罪を犯し、罪を見て、あれが間違っているとよく言います。このイスラエルの人々のように、イスラエルの人々はサムエルを蔑みました。そして神様を蔑みました。そして神様を捨てたのです。なぜでしょう。私は一つのことに気づかされました。なぜなら神様は
人々をコントロールしません。しかし偶像はあなた方をコントロールします。なぜ神の契約の方が奪われていったんでしょうか。なぜなら人々を神様をコントロールしようとしたからです。神様に聞き従いませんでした。で、人々は言いました。神様、私の言うことを聞いてくださいと。彼らは神様をコントロールしようとしたのです。神様を動かそうとしたのです。これは私たちの今日の問題でもあります。なので今私たちは裁きの中にあるのです。この42週以上私たちは集会を行うことができていません。このたくさんのこの国々の間で大きな摩擦があります。いつも問題があります。しかし私は言います。すべての国々もう自分の利益しか考えていません。もうアメリカも中国も全ての国々は今どこについていこうか、どの団体についていこうかばかりしか考えていません。もう政府も政治家も彼らは正義を語らず、誰が敵かということばかり語ります。誰が力があるかのことばかりしか語りません。アメリカはいつも中国に何かを言っています。私に力を使って私に話しかけてくるなというような、あなたは私に抑圧することできない、あなたは私を見下していると言ってるんですけど、私たちはみんな平等です。もうこの政治家たちの間のこのいろいろな会話について、もう人々がいろんなことを言っています。もう中国とアメリカも、もう自分たちのこの自分たちのことしか考えていません。自分たちのグループのこと、もうグループはどれなのかということしか考えていません。そしてアジアではこのまた中国とロシアがタッグを組んだり、でまた新しい党派ができようとしたり、もう第二次世界大戦のようですね。私よく聖書を読むんですけど、あんまり歴史書を読まないので、ちょっと言葉が足りないと思いますけども、これは全部私たちの罪なのです。私たちは他人に対して指を刺してはいけません。国々がそうです。王たちはそうです。互いに指を刺し合っています。私たちは自分たちを見つめ直さなければなりません。私たちの問題は何でしょうか。私たちはもう自分たちが罪を犯し続けていることを気づかなければなりません。私たちは本当に神様に罪を犯しているのです。しかも大きな罪を犯しているのです。私たちはどうすればいいでしょうか。私たちはどうすればいいのでしょうか。サムエルはイスラエルのために言いました。今あなた方は王を立ててしまった。じゃあどうすればいいか。あなたは罪を犯し、また罪を犯し続けている。じゃああなた方は何ができるのか。今日私たちは大きな罪を神様を犯していると知っているなら、この大きな罪から逃れることができないと。もう死に値するような大きな罪を犯している。今日の世界がそうです。すべての国々が自分たちの利益しか考えていません。もうこの党派、
死からもう逃れることができていない、どうすればいいでしょうか。もう私たちは死ぬのでしょうか。違いますね。これが私のトピックです。大きな罪、私たちは大きな罪の中にあっても心を尽くして神様についていかなければなりません。これは英語のトピックから私はこう考えました。 Great sin を committed、大きな罪を犯した。Surely not turn off of Yahweh。 ヨハウェから背いてはいけない、ヨハウェに背いてはいけない、神様に背いてはいけないということですね。なぜ私は英語のトピックをつけたのでしょうか。もう全く心で come after Yahweh、 神様についていく、神様のところに来るという Surely no turn off from Yahweh、 もう神様からもう絶対に立ち去ってはいけない、もうヤハウェから、あ、神様から離れてはいけないということです。絶対に離れてはいけないという、このダビデは全く心を持って神様についてきました。なのでこのダビデの国は非常に繁栄しました。なぜ神様ダビデを選ばれたんでしょうか。なぜならダビデの心は神様に喜ばされたからです。ダビデは全く心を持って神様についていこうとしました。なぜこのことを私たちは12章のトピックに入れたいと思います。20節、12章20節、あ、19、まず19節から、聞いてみました。民は皆サムエルに言いました。あんたのしめむどものためにあんたの神、あんたの神主に祈り、私が死なないようにしてください、私たちは罪を犯したからですと。私たちはあらゆる罪の上に王を求めるという悪を加えたからです。もう罪の上に悪を加えましたと。もう罪に加えて私たちは悪を加えた。なので私は公約しても罪を犯し続けていると、この罪を犯し続けている、また大きな罪を犯してしまった、それに加えて悪を行っている。もう彼らはどうすればいいのでしょうか。イスラエルはサムエルに言いました。どうか私たちのために祈ってくださいと。私たちはもう戻ることができない、もう立ち返ることができない、もうどうすればいいでしょうか。サムエル、サムエル、どうか私たちのために祈ってくれと彼らは言います。もうこのような時にしかサムエルに頼ってきませんね、彼らは。でサムエルはどう言ったでしょうか。捕囚に遭っている人々に対してもどのようなメッセージを語りかけているでしょうか。今日私たちはみんな霊魔を受け取ります。20節です。恐れてはならない、あなた方はこのすべての悪を行った、しかし主に従い、脇にそれず心を尽くして主に仕えなさい。このすべての悪、すべての罪をあなたは犯した、すべての悪を行った、あなたは神主に対して罪を悔い改めなければならない、裁きつくさに対して罪を犯してしまった、悔い改めなければならない。しかしここで言っています。恐れてはならない、主から、主に従い、脇にそれず心を尽くして主に仕えなさい。あなた方はこれらの罪を犯しました、もうあなたは戻ることはできない、しかし恐れてはならない、希望を失ってはならない。必ず、主から離れてはならない、
脇にそれてはならない。しか離れていってはいけない、背いてはいけないということは、あなた方は神様についていかなければならないです。主はあなた方のリーダーです。主は毎日あなた方を導いてくださっています。神様からに背いてはいけません。神様に背いてはいけませんと。もう主から、主からこの脇にそれてはいけない。心を尽くして主に使いなさい。ここではこれ、あなた方はということが強調されています。あなた方自身が心を尽くして主に使えなければならない。主に心を尽くして使いなさい。主についていかなければならない。なぜならエジプトから今日まであなた方を導いてきたから。で、今あなたは自分の王を立てました。主を捨てました。主はあなた方と契約を結んだのに、神様はご自身の契約を破るようなお方ではありません。今でもそうです。もし契約を守れば私たちは祝福を得ます。私たちはもう聖なる国ではないと。この聖なる神、聖なる国というのは神様に属する国のことです。もうイスラエルはそうな、イスラエルの国はそうではありませんと。神様はあなた方と契約を結んだのに、この人生の旅路の中であなたが罪を犯したとしても主に仕え続けなければない、ついていかなければならない。心を尽くして主に ついていかなければなりません。主はあなた方を受け入れてくださいます。神様は続けてあなた方を祝福してくださいます。21節、役にも立たず救い出すこともできない虚しいものに従って脇へそれてはならない。それは虚しいものだ。まことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨ててはならない。主はあえてあなた方をご自分の民とされたからだ。あなた方と契約を結んだ。あなたがこのお方を拒んだとしても、しかし主の愛と誠実はあなた方を抱いています。主はあなた方を捨てになりませんでした、あなた方は神様を捨てました。しかし主は捨てることはありませんでした。では彼らはどうすればいいのでしょうか。今あなた方は捕囚にあっています。どうすればいいでしょうか。そして今日私たちは裁きの中にあります。どうすればいいでしょうか。私たちはもう考えるべきことがたくさんあります。どうすればいいのか。まず主から離れてはいけません。主を捨ててはなりません。そして恐れてはなりません。希望を失ってはなりません。罪でも恐れでも私たちから神様を離れさせるものはありません。神様の許しというのは何も誰をもこの邪魔することはできません。神様見てください。それでも神様イスラエルを許してくださいました。今日必ずあなた方を許してくださいます。このように神様あなた方に語ってくださっています。この難しい中、この困難の中、私たちは希望を失ってはいけません。今私たちはパンデミック、コロナウイルスの中にあります。経済が堕落し悪化していきます。しかし私たちは希望を失ってはいけません。私たちは全く心を神様に捧げなければなりません。私たちは神様に向かわなければなるのです。そして心を使えて神様についていかなければなりません。これ、部分だけ神様についていくのではなくて、私たちは全く心を持って神様についていかなければなりません。非常に私は感謝しています。
もう去年の、暮れから、主について神様についていくという動画を撮影しました。毎週毎週、1話ずつ神様についていくという動画を、撮影し続けました。非常にこのことに感謝しています。私はこのように香港に戻ってきて611のことを非常に感謝しています。私がこのようにして香港に考えてきて、香港に帰ってきた時、私はひざまずきました。そして神様に言いました。神様、あなたを見たいですと。あなたを 見なければなりません。あなたの御業を 見なければなりません。なぜなら、あなた方は、神様、あなたは香港で大きな働きをすると言ったからです。どうか私の前を歩んでください。私を導いてください。で、過去20年間、私はもう素晴らしいことばかり見てきました。本当に神様は私たちを素晴らしいもので満たしてくださったなと、シーモーと昨日話しました。兄弟姉妹の皆さん、時々私たちはそれを大切にしていません。もうなんか、奇跡に慣れてしまっている、この状況に慣れてしまっていることがあります。もう611ということに対してもう慣れてしまっていることがあります。まあ、奇跡を見ても、大きなことを見ても、いいことが起こっても、もう他の教科で起こってないような大きな奇跡が起こったとしても、まあ、毎週毎週私たちは奇跡を体験してますね。で、私は神門に言いました。このような奇跡、この神様がしてくださった大きなこと、611に対して大きなことを私たちはこの撮影し続けなければならないねと、残さなければならないねと言いました。私たちはまた心を持って神様についていかなければなりません。私たちの心は神様から背いてはなりません。私たちは神様について生き続けなければならないのです。まあ、どんな状況の中でも、もう健康状態がどうであっても、私たちの心を神様に捧げなければなりません。神様に歩調を合わせなければなりません。神様は必ずあなたを祝福してくださいます。必ず解決があります。恐れてなりません。アーメン。これで今日のも、メッセージを終わります。今神様を、賛美していきましょう。そして神様に言っていきましょう。私たちはあんたについていきますよ、決断しましょう。また心をこもってあんたに使いますと。是。
全能なる主、あなたを歓迎します。あなたを賛美します。あなたの愛は変わることはありません。あなたの誠実さは変わることはありません。あなたの聖霊、私たちを立ち上がらせてくださいます。あなたに感謝します。私、あなたが私たちを見捨てなかったことに感謝します。私たちは自己中心なものであっても、時々私方あなた方を知らない。神様、あなた方に感謝します。あなたを賛美します。兄弟姉妹の皆さん、今神様に感謝して捧げていきましょう。賛美していきましょう。神様の誠意は私たちをあげてくださいます。今神様に感謝を捧げていきましょう。主よ、あなたを感謝します。あなたを賛美します。あなたの愛は変わることはありません。あなたは過去私たちをエジプトから連れ出しました。奴隷の状態から連れ出してくださいました。そして、呪いの地から私たちを、助け出してくださいました。そしてあなたは私をカナの地に導いてくださいました。あなたの優しさ、そしてあなたの優しさは私たちを包み込んでくださいます。私が祈っているとき、私たちをカナの地に導き入れてくれていることを見ました。幾人かの兄弟姉妹の皆さん、私が祈っているとき、神様こうおっしゃっています。この中何人か、私たちは大きな罪の中にあります。会員の罪、また自分の伴侶に対して罪を犯した。もう自分を救うことはできない。例えば言葉で傷つけた。今、兄弟姉妹の中でこの伴侶がいる方がいるかもしれないです。あなたの心は他の女の人に移ってしまった。しかしあなたは見た目、あなたの見た目は非常に清いものに見えるですけれども、あなたの心の中にはたくさんの会員の罪があります。あなたは続けて罪を犯し続けている。兄弟姉妹の皆さん、あなたの、右によって左によって中は、お金によって汚されている。何人かはこの嘘をつくというこの罪をから離れることができない。そしてあなたの心の中には神様がいない。そして他の、方法を、神様ではない方法を取ろうとしている。それ神様を王としようとしない。自分他の王を探そうとしている。もしそれがあなただったら、今神様に対して罪を告白していきましょう。私たちは続けて神様に罪を犯し続けています。神様ごめんなさいと今祈っていきましょう。主よ、私たちを許してください。私たちは続けて罪を犯しています。自分の方法に従っていっています。このような罪から私たちは、脱出することはできません。主よ、どうか私たちを許してください。あなたに対して大きな罪を犯しました。しかし自分自身を知ることができません。私たちは自己中心の中にいます。自分の、問題が見えません。私たちは他の人の問題見えますけども、私たちは権威者に対してリーダーに対して罪を犯してきました。私たちの前の先祖や政治家だけが悪いと思っています。
私たち自身が神様を捨てたのに、私たち自身が罪を犯したのに、それを知ることができていません。しかも私たち神様を責めました、非難しました。どうか私たちを許してください。私たちはこのような痛み、この苦しみの中にあります。私たちはどのようにして罪を告白していいか分かりません。私たちは今牢獄の中にいるようです。どうか私たちに憐れみを与えてください。どうか私たちから離れないでください。どうか私たちを許してください。どうかあなたの御顔を私たちに向けてください。どうかあなたの恵みの手を私たちに差し伸べてください。私たちはあなたに罪を犯しました。私たちは大きどうか私たちに憐れみを憐れんでください。どうか私たちを救ってください。主、あなたが必要です。主を私たちを助けてください。どうかまとわりつく罪から私たちを助けてください。今主の前にひざまずいていきましょう。どうか私たちの上に憐れみをかけてください。どうか私たちを許してください。今あなたの前に来ます。どうか私たちを許してください。私たちは自分が罪を犯したことを知らないのです。私はこの世界の、権者ばかり、そして自分の方法ばかりを、また自分の傲慢、私たちはこのように罪を犯してきました。自分の方法、また恐れから、あなたをどのように、求めるのか分かりません。私たちの心があなたに向きますように。主よ、どうか私たちは全ての罪を許してください。自分自身を助けることはできません、イエス様。どうか私たちと共にいてください。私たちを許してください。どうか私たちを許してください。私たちが犯した罪が見えないのです。いつも他の人の問題ばかりを指しています。あんたに罪を犯しました。イエス様、権威者に対して、リーダーに対して、もう罪を犯しました。私たちは悔い改めなきゃなりません。今、教会スタッフを代表として、また教会を代表として、
ジョシュア先生やシーモーにも罪を犯しました。どうか許してください。教会スタッフの中、ミーティングの中でもジョシュア先生とシーモーが、心を持っていつも栄養を与えてくださっています。しかしそれを当たり前だと思って、この教会スタッフミーティングに参加しなかったり、もうこの当たり前だと思ってそれを大切にしなかったりしました。主を、私たちはこのようにあんたに罪を犯しました。私たちはこのようなあんたがくださっている機会を大切にしなかったのです。どうかジョシュア先生、シーモンに対して犯した罪、また彼らを大切にしなかった罪、また私たちの祭司とレビ人としての、アイデンティティを大切にしなかったこと、許してください。私たちは簡単に道からそれてしまっています。私たちは知ることがない、知ることができません。今ここのようにしてここのあたりに仕えています。いつも私たちの心の中で他の人と比べたり、いつも嫉妬したりしています。私たちのこの罪が私を見ることができていません。私たちはいつもセルリーダーの心を知ることができていません。これに私たちはもう耐えることはできません。どうか許してください。また私は子供として両親に対して失礼な態度を取っていました。いつも両親が犯しているこの間違いばかりに目を留めていました。子供としてもう全ては当たり前だと思っていました。家に帰ると両親が料理を作ってくれています。もう、皿を洗わないとか手伝わないとか、もう全て当たり前だと思っていました。もう権威者に対してもそうです。権威者は私たちに祝福をくださっています。しかしそれは当たり前だと考えています。このようにして私たちは罪を犯しました。主よ、あなたは正義です。あなたは誠実なるお方です。その中でも私たちはいつもあなたに罪を犯しても、あなたをコントロールしようとしています。私たちがついていくなんて、あなたが私たちについてきてほしいと願っていつも思っていました。どうか私たちを許してください。あなたに罪を犯したとしても、あなたが私たちを捨てなかったこと、それでも愛してくださっていること、諦めなかったことを感謝します。あなたの前にどのようにして立てばいいのか分かりません。いつも私たちの罪が私の中にあります。あなたについていくと決断しなければなりません。私たちは大きな罪を犯したからです。あなたにもっと近づけなければなりません。兄弟姉妹の皆さん、今神様に叫び祈りましょう。どのような状況の中でも、あなたがどのような状況の中にいても、神様あなたを愛しておられます。あなたを見捨てることはありませんでした。サムエルはイスラエルのために言いました。恐れるなと。恐れてはならない。あなた方はこの全ての悪を行った。しかし主に従わず、脇にそれず、しかし主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に仕えなさい。あなたは、私たちは大きな罪を犯しています。あなたについていく、ついていきませんでした。どうか、今、恵みを与えてください。あなたに決断してついていきます。どうか私たちに、あなたに戻っていくこの機会を与えてください。20節、恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に仕えなさい。神様感謝します。あなたを賛美します。
あなたに爪をかつしても、あなたに爪をかつしても、しかし私恐れてはなりません。兄弟姉妹皆さん、今立ち上がってください。今立ち上がってください。今、宣言していきます。私たちは決断します。もう 主から背かないと、主を捨てないと、心を持ってあなたについていくと、すべての恐れ今私たちから離れていけ。主を感謝します。主を賛美します。今ともに宣言していきましょう。あなたは決して私たちは見放せませんでした。ハレルヤ。兄弟姉妹の皆さん、今心に手を当ててください。聖霊様が私たちと共にいます。神様の霊があなたを触れてくださっています。今私について宣言してください。信仰によって、聖霊様が私たちと共におられます。今あなたの心に触れてくださっています。信仰によって今宣言していきましょう。12節、20節ですね。20節、恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず心を尽くして主に仕えなさい。私たちは恐れてはなりません。主から背いてはいけない。私は続けて神様についていかなければならない。全く心を持って神様に仕えていかなければならない。この神様の心についていく、そのような人になります。私たちが悪を行ったとしても希望を失ってはならない。そして恐れてはならない。神様についていくために、私たちの心は神様に属します。私たちは神様の後についていきます。そして神様についていきます。イエスキリストの皆によってあなた方を祝福します。第一サムエル記12章20節からがあなたの人生となりますように。この霊魔があなたの上に来ますように。20節、私たちが罪を犯したとしても、私たちは恐れてはなりません。
あなたの心が神様から背いてはいけません。あなたの心が心を尽くして神様に使わなければなりません。この神様の心についていくというそのような人にならなければなりません。それがあなたの人生に成就しますように。イエス・キリストの皆によって。神様、決してあなたを捨てません。どのような状況の中でも神様の愛は、神様の誠実さは変わることはありません。神様の恵みがあなたの上に来ます。あなたの心が、あなたの心と、魂が神様と神様に属するものとなりますよね。それを妨げるものはありません。あなたは必ず変わります。今私たちは新しい始まりの中にあります。この世界はもっと迷い出しています。もっと難しくなっていきます。しかし主の愛は変わることはありません。神様は続けてあなたを導いてくださっています。あなたをご自身の民としてくださいます。神様に信頼してください。そして心を尽くして神様についていってください。神様はあなたを立ち上がらせてくださいます。この全ての人々の上に、この世界の上にあなたを宝とします。あなたは神様の国の最初になります。神様の民となります。神様が共におられます。祝福します。平安と力とに満たされますように。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。これで今日のモーニングデボーションを終わります。